しょう。やった。ああ、そうでもないか。はい、Dジグカバ。最近ね、僕が琵琶湖でずっと使ってるんですけども、特殊な、まあ、ヘッド形状、純タングステンを使ってますので、ヘッド形状が、普通のタングステンより、小さくできてます。これによって、ウィードのスタック感、ややスタックしながら外していくと、これに、非常に使いやすい。でこの 3.8 インチのトルキーストレートをつけることで結構バランスもよく使えています。はい、でウェイトなんですけども、2.8、 琵琶湖の場合は僕は 2.8、 3.3、 3.8 っていうのをウィードの強さ、とかウィードの種類によって使い分けております。でタックルの方なんですけど、ラインは6ポンドですね。ちょっと強めのタックル、ウィードの中から引きずり出していきたいんで、まあ、大きなバスも組んで6ポンドで、ロッドは ML ですね、ミディアムライト、ちょっと強めのタックルの方が、安心できるかと思います。アクションの応用編なんですけど、まあこうね、こう持ち上げて落とすときに、こうただ単にスッて落とすだけ、これもいいんですけど、スッて落ちるアクションもいいんですけど、一回持ち上げる中に落とすときにシェイクしてこう落としてあげるんですよ。まあ、ネコリグとかでも一緒なんですけど、こう持ち上げてシェイクして落としてあげる。そうすることによってこうトルキストレートの 3.8 インチがプルプルプルってこうホールしてくれるんですよ。だからただ単にこうホールさせるよりかは、アピール微波動でこう誘えるんですよね。周りのバスがそれでより気づきやすくなるし、ちょっと応用編として持ち上げてプル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 ってシェイクして落とす。でまた下についたら一回ポーズ入れて持ち上げてシェイクして落とす。でシェイクして落とすときに、まあ、今ウィードに対して一つずつ乗り越えてこう探ってるんで、あんまりカーブホールをしないようにシェイクしながら落としてるんですけど、例えばカーブホールとかが効いてるときなんかは結構高く持ち上げてこのままシェイクして落としてあげると、カーブホールしながらこうスーッと落ちるアクションの中にプル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 っていうアクションを入れるんですね。これはもうトルキストレートのネコリグでも、これ D ジグにつけても一緒です。あと、ジグヘッドとかね、こういう D ジグカバーみたいな、こういう先にね、ワームの先に重りがあるものはこう上げて上げてラインテンションを一回抜きながらこうシェイクすることによって、ワームがスッと上げられてへこへこへこってなるでしょ。このへこへこへこっていうアクションの中に小刻みにこうシェイク入れてあげたりとか、これはもう釣りながらどのアクションが反応するんかとかね、いろいろやっていったらいいかなと。こういうスモーラーバー系とかジグヘッド系はそうですよね。あとはこう小刻みにシェイク入れるときにどんだけ細かいシェイクを入れれるか、
でカラーに関しては、まあいろんなカラー使ってもらったらいいです。いろんなカラーに使ってもらうとかワームに合わす方がいいかもしれないですね。ベイトフィッシュ意識してるんだったらこうシルバー系の色とか、ボトムで食わせるんだったらこう発見してほしいんで、ちょっとグリパーみたいな、濃い色とかラメ入れたりとか、今日なんか赤いラメがここ最近効いてるんで、グリパー萌えびっていうのを使ってます。ベイトフィッシュ意識するときはライトスモークであったりとか、ライトミミズとか、そういうあのちょっとクリアーな感じを使ってますね。でかいかな。高くないわ。よいしょ。よいしょ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 。よいしょ。はい、頑張って頑張って。よいしょ。はい。はい。Dジグ。でかいかも。あ、でかいかも。あ、でかくないか。よいしょ。よいしょ。あ、でもいいサイズかもね。結構引くね。むっちゃ引くな。むっちゃ引くな、こいつ。よいしょ。はい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 。よいしょ、ネットネット割れるぞこれ。ネット引っかかってるな。でかいぞ。どこまで行くん。こいつそんなでかくないと思うけどね。ブリンブリンやん。手がもう痛いよ。ほら、でかいでかいでかい。うい、うまー。うわー、6近いんちゃう。ほら、来たよ丸の海ディジグ。うらー、来たよ。こいつもでかいね。ほら、丸の海ディジグですわ。よう引いた。